ダルビッシュさん、ヤンキースはサイン盗みしてた。ヤンキースならではの研究、手強さを感じたか、研究というのはわからないですけど、野球が違うんだなというのはちょっと感じましたね。やっぱここの地区、タンパ、ボストンとか細かいことやったりとか、例えば、サインとか、サイン盗みとか、そういうののレベルがすごく高いので、やっぱり今日はそういうところがすごく勉強になりましたね。この発言アウトやろ。はよヤクルトに帰れ。アウトっすよ。まあでもあのダルが2回7失点とか、さすがにおかしいもんな。チラッチ騒動もあったし、やっぱ投手自身が感じるならガチやろ。電子サイン使えよ。マジで言っててくさ。こいついつも盗まれてんな。実力で打たれたと思いたくないんや。ピッチコム盗むとか、補聴器でもつけてたんか？根拠なしにこういうこと言い出すのほんまあれやなこいつ。阪神じゃないんだからやめえや。ヤンキースはメジャーのヤクルトなんかよ。ジャッジ、嘘だよな。え、ヤンキースやってんの？案の定、この発言でヤンカスブチ切れの模様。でも実際サイン盗みって証明難しいし、あちこちでやっとるやろ。ダル神様。おさ、得てるやつもいるけどどういう理屈なん？ダルビッシュもダセーなぁ。単に実力ないと認めろよ。ピッチコムって盗聴できないの？こんな発言していいんかいな。吉田にも飛び火してるやん。アメリカで炎上芸人するのはさすがにヤバいって。アストロズにやられた経験あるから、わかるから。ピッチコムって盗聴できるん？周波数合わせとけば、バッターに筒抜けとかある？